明日からの大型連休を前に、小樽に新たな観光スポットが今日誕生しました。ニトリが手掛けた美術館です。どうぞ。小樽運河のそばにあるおよそ100年前の大正時代の倉庫が、小樽芸術村西洋美術館として新しく生まれ変わりました。館内には19世紀後半から20世紀初頭に制作された欧米のステンドグラスのほか、ヨーロッパで使われていたアンティークの家具などが展示されています。ニトリは創業地の北海道に恩返しをしたいと、ニトリ文化財団で2016年以降3つの美術館などを運営していて、今回で4つ目の施設となります。古い建物が残ってるから、じゃあそれを活用して、昔から美術が好きだったもんですから美術館を作ろうという。この商品は全部私が見て私が購入したんですよね。それにしては意外とよくできてるなと。ニトリ代表理事は、新型コロナで落ち込んだ道内の観光を盛り上げられるよう、今後は日本の歴史に関する施設も作りたいと話しています。今日オープンした小樽芸術村西洋美術館は、大型連休中は無休で開館しています。